こんにちは。それでは今週の深掘りです。1月31日にオープンした羽田エアポートガーデンの飲食店。さて今回は1月31日に羽田空港第3ターミナルに直結する羽田エアポートガーデンがオープンしましたが、鳥海さんが早速取材をしてくださいました。それでは鳥海さん、今回の深掘りもお願いいたします。はい、羽田空港の国際線が発着する第3ターミナルに隣接する形で、はい、去年の12月の21日に、ビラフォンテーヌというホテルが1717室、はい、2つのちょっとランクのホテルがあるんですけど、それもちょっとまた後日ご紹介したいなというふうに思っていますが、でその後今年の1月31日、はい、2023年1月31日に羽田エアポートガーデンという形で飲食店、それからあとお土産屋さん、ドラッグストアとか、あとバスターミナルも含めたものがオープンしたんですけど、はい、本当は2020年の5月にオープンする予定だったんですが、なかなか当然のことながらお客さんいなかったのでオープンできなかったんですが、やっとまあ外国人の入国が順調に進んできたということで、はい、1月31日にまあグランドオープンしたと。僕も3年ここ取材していたので、はい、やっと行くことができたというか、取材をすることができたということで、はい、あとオープンの翌日の2月1日もお昼ご飯を食べに行ってきましたけど、はい、もうオープン2日目で外国の方が結構いらっしゃって、はい、どうやって見つけたんだろうっていうか、はい、ちょっとね2階の連絡通路から、はい、第3ターミナルから行くことできるんですけど、はい、まあそういうところで外国人の姿が多く見られたというのがありました、はい、そして今回ですね、一番なんだろうな、特徴的なのが飲食店、はい、でこれが結構朝早い時間から夜遅くまで空いてる店もあったりっていうところがあるんですけど、はい、例えばゴーゴーカレーってわかります？金沢です、そうですね、あそこが結構ね、名前を変えてカレーは日本の国民食っていう名前で面白いですね。なんかね、ゴーゴーカレーと、はい、まあ、インド風のカレーと両方が一つの店舗になってて、結構外国人カレー屋に入ってるかなっていうところがあるのと、で日本人で一番人気はね、5代目花山うどんっていう、なんか銀座にもお店があるんですけど、もともと群馬のお店で、そこは結構もう初日から行列ができてたりとかってあったりとか、あとうなぎの、まあ、成田にある4代目菊川とか、はい、あとまあしゃぶしゃぶとか、あとお寿司屋さんが2軒あったり、あと鳥の、まあ、親子丼の店があったり、はい、お好み焼きあったり焼肉屋あったり、はい、あとまあ名古屋で有名なヤバトン味噌カツのお店が、ね、盛りだくさんですね、入ってたりで、もうね結構ここで楽しめます。そうですね、うん、でまあ駐車場もあるので1時間300円で、まあ、通常機が止められるので、はい、まあ行くんですけど、まああとはそのフードコートもあるし、あとホールコンベンションもあったりとか、あとタリーズコーヒーもあったりで、なんかね、飛行機に乗らなくてもより楽しめるというところで、うん、飛行機詳しい方は分かるかもしれないですが、シンガポールにチャンギ国際空港っていう大きい空港があって、はい、今そこが今ターミナルの前にジュエルという複合の商業施設があって、はい、こちらをちょっとまた後日僕も去年9月行ってきているので、はい、また紹介できればなと思って、そこはもう巨大モールで本当にデパートが入ったような感じですけど、まあ、そこまでは大きくないんですが、はい、羽田空港でゆっくりご飯を食べるには最高の場所ですし、はい、あとね、個人的にはビラフォンテーヌってホテルの1階に入ってるホテルのなんだろうな、ビュッフェレストラン、はい、ここはね、夜で5500円なんですけど、確実に5500円よりも中身はいいっていうか、コストパフォーマンス抜群で、はい、まあ、お肉を目の前で焼いてくれてとか、そういうのがあったりとかっていうのもあるので、はい、まあそういうところを含めていいかなと思うんですけど、ちょっと行ってみたいのはうどんなんですけど、気になりますね、うん、それちょっと行ってみたいのと、あとで食べてきた中では大江戸フードホールというちょっとフードコートがあって、岩盤ステーキみたいな売りなんですね。そこのハンバーグも美味しかったですね。でね、試食会、ちょっと裏話をすると、はい、試食会が、まあ、試食会っていうか内覧会っていうのがあって、はい、セレモニーもあって、1月のオープンの3、4日ぐらい前にあったんですけど、
結局そうメディア向けの試食会って結構どの店入っても食べられるんですよ。あ、これ記者の特権なんですけど。そうなんですね。一番人気はもうダントツでうなぎ。やっぱり、まあ、小さいサイズで食べれるような感じができるんですけど、はい、やっぱりうなぎが一番人気で、オープンしたらねカレー屋さんに行けばカレーが多分いつでも食べられるだろうっていうね、このね焼肉屋とかお寿司屋とかにねこの集中するってとこは、はい、日本人らしいなと思ったんですけど、でここ本当に海外からのインバウンドは間違いなく来るし、それでちょっとまた後日紹介しようと思ってますけど、そのビラフォンテーヌの中にある温浴施設があって、ここも24時間営業なんですけど、僕もこれで3回ぐらい行きましたけど、もう3回行ってるんですけど、もう3回も4800円するんでちょっと値段は高いですけど、でも本当岩盤浴あったりとかっていう、なんか一つのだからスモールタウンですよね、はい、うん、空港エンターテインメントの場所というところも含めて、今日ちょっとご紹介させていただきました。はい、飛行機乗らなくてもね遊びに行ってみるのも楽しいですよね。そうなんですよ、もうだからね本当旅行の時にそう空港のホテル泊まってそのまま空港で遊んで、はい、であとまあ時間の時また街に出るっていうそういったやり方もありなのかなっていう感じもします、はい、はい、では以上今週の深掘りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。